乗用車である初代と2代目はフルサイズの高性能車で、3代目以降は中型車であった。日本ではトヨタ自動車がセンチュリーの社名の権利を持っていたため、ビュイックリーガルとして販売された。ビュイックは1935年モデルからの技術の改善とデザインの向上を記念して、1936年モデルイヤーに全モデルラインアップを解明した。 ビュイックのシリーズ40はビュイックスペシャルに、シリーズ80はビュイックロードマスターに、そしてビュイック最大にして最高級車となるシリーズ90はビュイックリミテッドになった。センチュリーはシリーズ60の後を受け継いだ。初代センチュリーはより短いホイールベースのビュイックスペシャルをベースにビュイックで最もパワフルな8気筒エンジンを搭載した車種として作られた。 スペシャルが、ビュイックの3.8リットルを搭載して、最高出力 93HP3200RPM を発揮したのに対して、1936年から1942年まで製造されたセンチュリーでは 165HP を発揮するビュイックの5.2リットル自家8エンジンが搭載され、95マイルパーアワーで走り続ける。 能力を備えてこの時代最速のビューイックとなり、センチュリーは銀行員のホットロッドとあだなされるようになった。センチュリーは1942年モデルイヤーの途中で打ち切られ、その間の累計生産台数はビューイック全体のおよそ10%にとどまった。1954年、ビューイックは自身のラインアップに高性能者を与える意向のもとに、 小型軽量なビューイックスペシャルのボディに、最大最強の5.3リットル V8 エンジンを搭載した車種として、センチュリーを再登場させた。初代センチュリーにはなかった、ステーションワゴンモデルが、この時期のモデルラインアップに含まれる。1954年には 200HP、1955年には 236HP、1956年には255。 HP、そして6.0リットルエンジンに換装された、モデル末期の1957年と1958年には、300HP にまで向上し、センチュリーは、ビュイックの高性能版の地位を維持し続けた。1955年、カリフォルニアの高速警察が、一般向けには用意されなかった、センチュリーにドアセダンを大量発注した。それは、 特製の二ドアセダンボディシェルにセンチュリーのパワートレーンと装備を組み合わせたものである。また、1957年から1958年にかけては GM 唯一のハードトップステーションワゴンが与えられた。それがセンチュリーキャバレロである。1959年、ビュイックはセンチュリーをインビクタと改名した。ビュイックセンチュリーの社名は FR の中型車として復活した。A ボディベースで設計され、ポンティアックのグランプリ、ルマン、GTO、カンナム、グランダム、そしてオールズモビルカトラスシュープリームとは、姉妹車となった。1973年に GM の中型車がすべてモデルチェンジされた際、スカイラークに代わって、センチュリーの車名が、ビュイックの中型車に使われた。当初は、センチュリーは、 上級仕様のリーガルクーペとともに、ビュイックの小型ラインアップの大黒柱であった。エンジンは2および4バレル式の5.7リットル V8 が搭載され、それぞれ150、または 175HP を発揮した。250HP を発揮する7.5リットル V8 もオプションで用意された。1972年にスカイラーククーペが消滅すると同時に、 センチュリーは高性能版のグランスポーツを受け継いだ。ハイガス規制のために7.5リットル V8 の性能が前世紀よりいくらか減少したのに対し、1973年から75年のセンチュリー GS クーペは当時の基準で高性能を維持した。1973年と1974年にはセンチュリーに上級グレードのラグゼスが用意されたが、 1975年にはセンチュリーカスタムに改名された。また、同年からは燃費規制に適合させるため 110HP を発揮する新しい3.8リットル V6 が標準で搭載された。7.5リットル V8 はステーションワゴン専用のオプションとなり、1977年には6.6リットルに取って変えられた。 GM の中型車は1976年にフェースリフトを受け、センチュリーは角型4頭ヘッドランプとより高く平らなグリルを与えられた。1975年から1977年にかけては、ビュイックスペシャルクーペがセンチュリーのエントリーモデルとして販売された。ビュイックの文献では、センチュリースペシャルと呼ばれるクーペは2ドアファストバックボディを、 元にクォーターガラスをほとんどを覆う特性のランドールーフを備えていた。1976年と1977年モデルは独自のボディ同色ヘッダーパネルを備えた。1978年発表。ファストバック風のクーペとセダン、より伝統的なステーションワゴンの3パイプが用意されたが、いずれも先代からダウンサイズされた。 燃費規制のために V6 エンジンが依然として標準であった。ベースエンジンは新開発の3.2リットル V6 でセンチュリーとリーガル限定で導入された。3.8リットル V6 と絞れ性5.0リットル V8 がオプションで用意された。ポンティアックの4.3リットル V8 と4.9リットル V8 は1979年に シボレーのエンジンに変えられた。この時期における気象車の一つが3.8リットル V6 ターボを搭載した1979から80年型センチュリーターボクーペで少ない燃料消費で V8 に匹敵する性能を発揮した。このターボクーペはリーガルのターボスポーツクーペほどの人気は得られず、累計生産台数は2500台を下回った。 ファストバックセダンもまたあまり売れず、1980年に平凡なノッチバックに改められた。1981年にはエアロバックが落とされた。1982年に FF の新しいセンチュリーが導入されると同時に、従来のノッチバックセダンとワゴンはリーガルに社名変更された。1981年発表。 FF の A プラットフォームをベースとし、再びダウンサイズされた。当初はクーペとセダンが用意されたが、1984年にはステーションワゴンも加わり、先代から社名を変えたリーガルワゴンにとって変わった。この年にはロサンゼルスオリンピックを記念してオリンピック使用者も登場した。1986年フェースリフトを受けて、 よりカドバッタ新しいフロントフェースに改められた。エンジンは 110HP を発揮した 3.0LV6 の他に時価4と V6 ディーゼルも用意されたが、いずれも人気は出なかった。1980年代半ばには、ビュイックの高性能グレードである T タイプがセンチュリークーペに設定された。センチュリー T タイプは控えめではあるが、 3.8リットルエンジンは140から 150HP を発揮して、比較的軽量な車種としてはキビキビとした性能をもたらした。1985年から1986年にかけては、124台のビュイックセンチュリークーペが、コーチビルダーの手で、コンバーチブルに改造され、ビュイックのディーラー網で販売された。日本への請求入に際しては、 元祖でありながらも、トヨタに先に商標されたため、リーガルの名前で販売された。センチュリーは1989年にもフェイスリフトを受けた。より湾曲した新しいルーフラインが与えられ、リアクオーターウィンドウは、ビュイックの3縦エンブレムの入った黒色の樹脂に置き換えられた。フロントは、フラッシュヘッドランプと湾曲したグリルが与えられ、直立した。 フードオーナメントが標準となった。セダンは幅いっぱいに広がった。独特のテールライトで容易に識別できた。1991年にエクステリアが一新された。1993年 115HP を発揮する新しい2.2リットル自家4が2.5リットル自家4にとって変わった。百九十四年にワクーペが打ち切られ、運転席。 エアバッグが、全車標準装備となった。同年、3.3リットル V6 に代わって、同じく 160HP を発揮する3.1リットル V6 が搭載され、2.2リットル自家4の出力が、MFI の導入で 120HP に向上した。1994年モデルイヤーの途中で、円形スピードメーターは長方形に改められたが、 ダッシュボードは1981年からずっと変わらないままであった。1997年にセンチュリーはモデルチェンジされ販売縮小によりステーションワゴンが落とされて4ドアセダンのみが用意された。引き続き FF と V6 の構成となった。W プラットフォームに移行してリーガルとの姉妹車の関係が復活した。センチュリーとリーガルはほとんど同一車種であったが フロントマスク、搭載エンジンと装備で差別化が図られた。センチュリーはリーガルよりも、廉価に設定され、ベンチシートにコラムシフトとなり、エンジンもより低出力となる3.1リットル V6 のみが用意された。このエンジンは当初は最高出力 160hp、最大トルク185フィート LBF を発揮し、2000年モデルから 175hp、 195フィート LBF に引き上げられた。廉価モデルとはいえデザインは単正で、品質面でも引き続き好評であった。1998年のスカイラークの終了後、センチュリーは初めてビュイックのエントリーモデルとなった。ビュイックはセンチュリーをトヨタカムリア、ホンダーコードのような、日本車のファミリー世代に対する、より廉価な代替に位置づけようとした。 2003年には、センチュリーのエンブレムが、フロントドアからは落とされて、テールライトに残るのみとなった。2005年、全く新しいビュイック・ラクロスがセンチュリーと、リーガルにとって変わった。センチュリーの特別使用者が2005年に製造された。最後のセンチュリーは2004年10月25日に、ラインオフした。中国の上海 GM では1999年4月から、 センチュリーの中国仕様を生産した。グレード名はやや異なり、廉価版はビュイックニューセンチュリー、上級版は GL と GLX となった。後に G と GS も加わった。ありがとうございます。